はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで TH さんですね。まあ、初めて多分、はい、パーソナルブレイクご利用ありがとうございます。はい、ちょっと今日はね、変則的で、はい、ちょっと一旦帰って風呂浴びてまた来ました髪の毛を染めます。はい、じゃあレガシーね、開けていきます。発送は明日の扱いですので、PB の場合は先に、印字ね、山田さんの印字ラベルを作ってから。で、まあ、お客様にその時にメールが行くんですけど、PB のね、この動画の中で、その、本日中に発送できるか、翌日になるか、など、はい、申し上げますんで、よろしくお願いします。はい、お、ミニギブスだ。はい。シルバーですね。うん。いやー、デトロイトはかなりこう、ね、ちょっとここ最近は五風の出来次第みたいな感じでしたけど、もうこういうメンツ揃ったよねっていう、はい、そんな感じです。ちょっと本気でいくんじゃないですかね。アンソニー・リチャードさん、うん、はい、シリアル、お、ボブ・リリーさんだ。100シリですね。で、オプティッククロームマシンと。結構ね、レガシーっていうだけあって、レジェンドをこうね、全面的にちょっと押し出してますからね。うん、いいですね。こういう数セットなかなかないですからね。あ、ポイントだ。危なかった。はい。400ポイントですね。ちょっと全部見せちゃうとあれなので、ここにも置いておきます。はい。インサートラッセル。ラッセルだ。ギブスね。はい、サインの、まあ、代わりという感じになってますね。ポイント。ポイントはパニーニさんのホームページでリワードというところがあるので、そこで好きなカードに変えられる。まあ、チームで、検索してとか、プロダクトで検索してとか、店長は結構ポイントが低くて、コンテンターズのフットボールはおすすめです。キラキラだ。これ何シリだっけ ?25? 誰だろう。はい。あ、フーカーか。はい。デトロイトでしたっけ。ねえ。25シリだ。はい。うん。まあ、フーカーどうすかって言うと、っていうのが大体、はい。まあ、今のところの評価。わかんないですよね。でもね、これからですから。から、ちょっと待ってください。ミニだとね、はい、10段、うん、125でインサートね、うん、199ですね。はい。さあ、まあ、2枚ともポイントはないでしょうから、1枚どっかにあるでしょう。92? あ、ハリソン。うん。これだ。ルーキーオートだ。誰だろう。せーの。お、ウィル・アンダーソン・ジュニアだ。149ですね。はい。うん。これがまあ、ルーキーオートじゃないかなと。投資番号になってますから。まあ、ベースセットってやつですね。はい。アラバマ。
いい選手いっぱいいますよね、ほんとね。ね。日本の高校野球で言ったら大阪桐蔭みたいな。集まってきちゃうっていう。はい。299ですね。ショーン・アレキだ。ショーン・アレキもいいランナーだったな。ジャマール・ルイスとね。ショーン・アレキと。2000年前半ね、代表するランニングバックでしたね。お、レビスが光りました。ホロ。ホロ箱1ぐらいだよね。シリアルはね、5、6枚出ます。5枚ぐらいか、出ますけど。はい。おぉ。ルーキーのオプティクローム。シルバー。か、ホロ。ワニーさんなんかシルバーっていうのもあるし、ホロっていうのもあるし、ちょっと、どっちなんだいっていう、はい。いつも思います。ちょっと待ってください。まあ、QB ですからね、入れておきましょう。まあ、ポイントは、そうですね、ちょっとアカウントを作っ、まあ、お持ちでなかったら、ちょっとパニーさんのホームページでアカウントを作っていただいて、まあ、ちょっと英語で入力するんですけど、まあ、それでちょっと好きなカードをこう、400ポイント分ピックアップして、まあ、その前にこのポイントをね、アカウントに反映させて、っていう感じですね。まあ、箱一応、ルーキーウッドでもこのお値段だったら全然ありかなっていう気はしますけどね。もうメジャーリーグの方はもう1万円台だと箱1が限界ぐらいになってきてますね。もうね。まあそれがスタンダードになっていくんじゃないかなと思いますね。まあ北米の方はもうかなりコレクター人口も増えてますからね。25シリも来たしね。これも出てるしね。うん。まあちょっと一個ポイントでしたが、うん。他のパラレル系が結構良かったかなという気はします。ハンドルネームご希望がある場合は、空欄のところに、ね、リクエストってちょっと書いてあるんですけど、そこに空欄に、まずハンドルネーム何々って、記入してから商品をカートに入れますと、ご注文時に反映されるという感じになってます。はい。うん、ギブスですかね。入らない。結構。よいしょ。入った、入った。はい。で、ポイントが一つと、あと現物と、現物サインと、あとパラレル。25シリーね、QB のパラレル。まあ、シルバーと、ここがこうね、出たので、よろしいんじゃないかと思います。まあ、25の1番ですからね。はい。じゃあ、こちらでね、今日発送が、もう終わってますので、明日の受付。で、最短で明後日ですね。はい。まあ、先ほども申し上げた通り、この動画内で申し上げますんで、そうですね。1日で届く範囲ですので、はい。最短で、火曜日着。となります。じゃあ、またね、ぜひチャレンジしてください。はい、ありがとうございました。